皆さんこんにちは、キリアです。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて続きをプレイしていきたいと思います。仮面舞踏会を前に修行してきまして、武空術を使えるようになりました。嘘です。ここの教会のここの椅子に乗っかってジャンプすると受けます。ちょっとね、微妙にジャンプする位置の微妙な調整が難しいんですけど、ここのろうそくのところら辺ですね、ちょうど。ここにジャンプすると受けるようです。さあ、ではここの宿屋で泊まってみましょう。はい、そうです。はい、泊まります。さあ、これで、迎えに来てくれました。おはよう、キリア。今日は予選試合だ。早速、闘技場に行こうぜ。はい、行きましょう。さあ、闘技場控え室に来ました。なんか盛り上がってますね。いい？私が魔法をドババーってやるから、その隙にあんたがガーッとダダダってやるのよ。ドバー、ガー、ダダダだな。合点承知だぜ。はい。ここ最近、闘志だけを狙った行方不明事件が起きているそうだ。ああ、これ聞きました。ガバッとドーンしてザババッと。はい、頼みます。ちょっと、アイテム、跳躍槽とか持っておきましょうか、キリア。跳躍槽、天使の鈴。この辺を持っておきましょう。目覚めの花。満月槽。あれ、ちょっと待って。ただ、NPC 相手には、使えないのかな、もしかしたら。NPC 相手にアイテム使えないなら、ここら辺は意味がないか。条約層だけ持って、これで行きましょう。はい。はい、大丈夫です。ん？神父。おう。まあ、大丈夫です。さあ、お待たせしました、ハンフリーさん。はい、行きましょう。はい。まずは予選から、ということですが、盛り上がってますね。お待たせいたしました。ただいまより予選第一試合を行います。ハンフリー・キリアチーム、ガレムソン・ベロリンマンチーム、舞台へ。おー、ガレムソンとベロリンマンか。おう、ガレムソンか。この間の一件といい、つくづくお前とは縁があるようだ。ち、いきなりチャンピオンが相手か。俺っていうやつはどこまでもついてないぜ。おい、相棒、作戦は分かってんな。チャンピオンの方は後回しにして、まずはあの兄ちゃんを叩きのめすんだ。お、こっちに来るつもりですね。チャンピオン一人ならまだ勝機はある。キングスライム級の重量を誇る俺らのケツで、ハンフリーの野郎を押しつぶしてやろうぜ。ベロ、ベロ、ベロロー。大会に優勝したら女にモテるベロン。それが目的か。はい、行きましょう。それでは予選第一試合、始め。これハンフリーは自動でやってくれるんですよね。それなら、痛恨いきなり。ただ向こうに攻撃が行く分には十分大丈夫。っていうか、さっきの作戦意味ないじゃん、こっち。キリアを集中で狙っていくって言ってましたけど、ブレイブガードまず使うか？ウィングクロー。おぉ、武闘家タイプか、ハンフリー。おぉ、こっち来ました。あれ、さっきどっち攻撃してたっけ？ガリムソン。言ってた？くらえ！いや、じゃあ向こうベロリンマンか？ハンフリーと同じ方向、同じ方の敵を狙っていかないと。くらえ！ね？どっちを狙うつもりなんだ？どっちから行くんだ？ちょっと、急増チームなので噛み合ってない。
そしてベロリンマンが変身、変身、変身じゃない、分裂、分身した。どうする？ガレムソン、これは確実にガレムソンから行った方がいいでしょう。うおー、ガレムソンがゾーンに入った。したら、ハンフリーの方を攻撃してくれるならありがたい。よし。ベロリンマンもゾーンに入った。力、うおっと、連携。ダブルヘップブレス。これが噂の、キングスライム級の二人のケツで、こんな技をわざわざ作ったのか。うおー。両方にダメージか。これはまずいぞ。よし。おお、ありがとう。ありがとうございます。それならもうこっちは思いっきりガレムソンを。はあ。よし。そしてベロリンマンか。これ、確率4分の1。おお、あ、これ、どれかを倒すんじゃなくて全員、倒していくのか。どれか一体が本物というわけじゃなくて、これはイオを使うか。あ、その前にブレイブカードを使っておくべきだったか。ここでブレイブカード。ブレイブカード結構弾きますね。お、だいぶ少なくなってる。キリアはじゃあどうしよう。イオで行きましょう。あ、MP 使いすぎたらまずいか。なんか、思いっきり使っちゃってましたけど。何にも気にしないで使っちゃっていましたけど。これは持ち越しなのかな。さあ、まずは予選、第一試合勝ちました。が、MP かなり消費した。そこまで、勝者、ハンフリー、キリアチーム。いやー、やりました。やるじゃないか、キリア。思った以上の強さだな。あそこまで戦えるとは思わなかったぞ。いやー、ハンフリーさんの条約層のおかげですよ。お？女舞踏家。これは噂のあの8番のキリアと組むはずだった。おっと、カミューが戦ってるぞ。この女の人、そしてカミューがあのミスターハンと組んでいる。おおうおー、くカミューがうおぉ。くそ、足が見えねえ。こいつ、何者なんだ。女舞踏家と一緒に戦っているのに、足が見えないとなると、何もいい、何にもいい思いができませんが、あのじじい、余裕かましやがって。ん？なんだ？ん？見失っていたのか。うおぉ。カミューいいとこなし。そこまで勝者ロウマルティナチーム。マルティナってどっかで名前出てきませんでしたっけ。あれ、こいつはたまげた。あの姉ちゃん相当できるぜ。なあハンフリー、さすがのあんたもうかうかしてらんねえんじゃねえのか。その後も、キリアとハンフリーは危なげなく予選を勝ち進み、ついに決勝トーナメントへと進んだ。あ、MP はこれで回復しているのかどうか。はい。ほー。ん？あれ？シルビア？ん？シルビアがいない？ハンフリー、キリアチームがこのまま勝ち進み、チャンピオンの座を防衛するのか？それとも、華麗な足技で他を圧倒した。今大会のダークホース、ロー、マルティナチームが阻止するのか。ローっていうのが、あっちのおじいさんかな？マルティナ、マルティナ。
果たして優勝の栄冠を勝ち取るのはどのチームなのか。それでは皆様、決勝トーナメントをお楽しみに。あの予選で負けてたらどうなってたんだろう。あんたと組めたのはラッキーだったぜ。おかげで今回も優勝できそうだ。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。孤児院で子供たちが待ってるんでな。はい、お疲れ様でした。今話せる仲間がいない。キリア一人でいるのか。はい、あ、そうなんだ。今回のチャンピオンの相棒は無名のルーキーだけど、なかなか強くて骨があるってな。おお。はい。あ、ありがとうございます。頑張ります。はい。おっと、みんな集まってる。ちょっとあんた何やってんのよ。あんな女に負けちゃってさ、予選落ちなんて見損なったわ。待て待て、相手が強すぎたんだ。あの女、ただもんじゃなかったぞ。そんなこと言っちゃってさ、本当は見とれてたんじゃないの。あの人、すごいセクシーだったし、ただ足が見えねえって言ってましたけど。お？おー。すまんの、お主たち。ちょいと道を開けてくれんか。あ、ごめんね、おじいちゃん。姫よ、では行くとしよう。姫、そう、あれ、デルカダールの姫だっけ。死んだ王女、あれ、ハンフリーに気をつけなさい。え、ハンフリーに気をつける。ハンフリーに気をつけなさいって一体どういうこと。もしかして今この街で話題になってる行方不明事件のことでしょうか。今グロッタでは大会に参加している闘士が次々と姿を消す事件が起きているそうです。もしハンフリーさんの身に何かあったら。あ、ハンフリーに気をつけろっていうのは、ハンフリーが何かをする悪いやつだから気をつけろっていうことじゃなくて、ハンフリーがさらわれそうだから気をつけろってことか。初めて聞いた。いや、結構街の人言ってましたけど。キリア、お前はパートナーのハンフリーのところへ行って、ちょっと話を聞いてみてくれ。はい。お、せんちゃん。はい。これってこの状態で装備変えたらどうなるかな。おお、変わってる。スーパールーキー、ルカワですね。で、ちょっとその前に、こちら、ソルティコの町、ここへ、行けないのか。ああ、ダメか。マルティナってどっかで聞いたような気がするんですけど、お姫様、デルカダールの王女の名前だったかな。おっと、ベロニカがいた。ここに来たのか。行方不明事件のこと、ちょっと気になるから、私たちも聞き込みすることにしたわ。ほう。もしハンフリーが狙われてるなら、ハンフリー自身が最近怪しい人とか見かけてないのかしら。もう本人に直接聞くっきゃないわ。この階段を降りた先にハンフリーがいるから、心当たりを聞いてきてよ、キリア。はい、わかりました。相変わらずこの帽子がすごい。帽子を触りたい。なんかここカメラ消えないですね。いつも人物に近づけすぎると人物消えるんですけど。ん？あれは？ハンフリーとアラクレ。こんにちは。はい、いや、ルーキーじゃなくてスーパールーキーだそうですよ。ちょっと他のところも見て回りたいな。あ、このハンサムも、
マスク・ザ・ハンサムも勝ち上がってるのか。そういえばガレムルソンとベロリンマンの姿が見えない。それはもう捕まったのか。行方不明事件と関係あるのかどうか。おっと、神浮いた。こんなところに。なあキリア、気づいたか。俺たちが戦った闘士たちが次々にいなくなってるようだぜ。そうですね。奴らほどの闘士が抵抗もせず簡単にさらわれちまうなんて、犯人は一体どんな奴なんだろうな。そういえば、うちの店によく来てた闘士が急に来なくなってたな、ガレムソン、ああ、そうなんですよ。ガレムソンと、あとベロリンマンがいないみたいなんです。ほう。なんかスーパールーキーって言ってるって言ってた割にみんなルーキーって呼ぶんですけど。ふふふ。おっと、シルビアがいた。シルビア。男たちって舞台の上じゃなくてもこんなに熱い魂の持ち主なのね。ただ口喧嘩してるだけと思いますが。はい。さらわれてるのは闘士だけ。それも舞踏会に出るような強い闘士ばかりよ。何か目的が、あって、やってるんでしょうけど、強い人を集める目的。あれ？上に戻ってもう一回ここに来たら、もう一度、全く同じイベントが流れるのか。フラグ管理をミスっているのかな。あ、買ったのか。ところで、幸運グッズに興味はないかい？これを持っていれば、女の子にモテモテ、絶対怪しい商品。舞踏会のチケットだけじゃなく、幸運グッズもお安く売ってくれるなんて、この人はなんていい人さ。いや。思いっきり騙されてます。おっと？うおー、びっくりしたー。おお、なんだあんただったのか。悪い奴につきまとわれてるかと思ったぜ。めっちゃびっくりした。最近、行方不明事件とかあって、物騒だろ？ちょっとピリピリしてたんだ。驚かせてすまなかったな。まあ、立ち話もなんだし、中に入ってくれ。お邪魔します。お帰り、ハンフリー兄ちゃん。お前たち、いい子にしてたか？その人誰？スーパールーキーです。この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないでいい子にしてるんだぞ。ここは俺が生まれ育った孤児院でな。舞踏会で稼いだ賞金をやりくりしてなんとかやっているんだ。俺は舞踏会で勝って、勝ち続けて、賞金を稼がないといけない。あいつらの笑顔が俺の全てだからな。まあ、腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。頼りにしてるぞ、相棒。はい、お互い頑張りましょう。お？夜になって。いや、用は特にないですけど。なんだ？はい。おお。間違いない。俺の部屋に誰か嫌がる。一緒に行きましょう。いや、一人で行かせるのか。お？孤児院に泥棒が。はい。ハンフリーの部屋って一つ開かなかった部屋
のことかな。多分ここの、おっと。さあ、では行きましょう。部屋が荒らされている。これは？くそ、賊に入られたか。賊め、俺の大事な孤児院に盗みに入るとは、いい度胸をしてやがる。大会が終わったら、とっちめてやるからな。とにかく、今は明日の試合に集中しよう。そうだ、キリア。今日は遅いし、うちに泊まっていったらどうだ？じゃあ、お言葉に甘えて。明日の朝になったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えて、ゆっくり体を休めておくとしよう。はい。はい。おはようございます。はい、行きましょう。キリア寝起きでも、このサラサラヘア。あ、この人たち負けちゃったのか。口笛でピッピッピッってやったら、あんたは手拍子をパンパンパン。最後に太鼓をドドーン。ピッピッピーのパンパンパン。最後にドドーン。いいコンビですね。よし、じゃあ行きましょうか。はい。ぶちかましていきましょう。さあ、始まりました。仮面舞踏会決勝トーナメント。栄えある最初の試合は、優勝候補の筆頭、ハンフリー、キリアチームと、グロッタが誇るお色気美人コンビ、ビビアン・サイデリアチームとの戦いだ。この人たち、試合同士で組めたんですね。おお男性客の歓声がすごい。お色気美人コンビの登場に会場は大いに盛り上がっております。私のテンションも最高潮です。両雄並び立たず。果たして勝つのはどちらなのか。両雄って女性、片方女性ですけど、それでも大丈夫なのかな。キリア、色化に惑わされるなよ。決勝トーナメントまで勝ち上がった相手だ。本気で行くぞ。わかりました。はい。はじめ。ビビアンとサイデリアが現れた。よし。ビビアンが魔法使いですね。で、サイデリアは戦士。ビビアンから行ってみましょうか。あ、ブレイブカード。はっ。相変わらず、バラバラの方を、おーっと、うっとりしてしまった。行動不能か。うっとりしている。よし、ハンフリーに行く分には構わない。では、ここで一旦ブレイブガードしておきます。あ、でもギラだから意味がないか。魔法を使ってくる。敵の、だいぶ攻撃力高いな、向こう。ちょっと待て、結構やばくね。おー、ありがとう。あ、間違えた。連打しちゃった。間違えた。アホか。本心切り、どっちの方が、ビビアンの方が多分、倒しやすいですよね。攻撃が痛いのは、あっちの戦士の方ですが、おー、すげえ。ビビアンがゾーンに入った。力が上がるんだ。ビギラマ、マジか。だってこれ、キリアに来たらまずいぞ。連携技か。どうなる？お？気がついたか、キリア。お前が倒れた後、俺が引き分けに持ち込んで再試合することになったんだ。ハンフリーすげえ。はい。どうもすんません。どうしよう。ただどうしようもないですもんね。
とりあえずもうこまめに回復をするということぐらいしか対処法がないですもんね。一応全回復している。あ、仲間がいる。はい。負けたことには触れない。優しい仲間たち。よし、じゃあもう一度リベンジ行きましょう。はい。さあ、始まりました。仮面舞踏会決勝トーナメント。栄えある最初の試合は、優勝候補、待って、これ再試合であることを全く触れずに進んでいくのか。全く一緒ですね、前回と。これは、長押しでスキップしましょう。さあ、再試合。これ最悪、キリアンはずっと防御でも、ハンフリーが何とかしてくれるとは思いますが、ぐぅ、レギュラマがきつい。ホエミ。レギュラマめ。おお、ギラで助かった。よし。ホエミ。くぅ。うわ、また。ちょっと待て、強すぎないか。よし。これでまた火炎の、あれが、火炎切りが来たらまずいんで、キリアはホエミ。来たー。サイデリアとビビアンの連携、劣化切り。レギュラーもやめて。条約層を使うべきか。しかしまだこれ、あとまだ戦い続きますよね。決勝、うーわ、レギュラーマン。決勝進出8人って言ってたから、3回戦うことになるのか。どうする、条約層と、待て。ここでももう一度ホエミ。うぅ、ハンフリーガン。メラミまで使ってくるのか。ぐぅ。これ、MP 切れはいつだ。ビビアンの MP 切れ。ぐぅ。よし、来たー。4の時の2章の時は、割と早くビビアンの MP は切れてましたが、おし、ゾーン入った。ここはもう、いや、待て。これで、油断したらまずい。キリアはホイミ。火炎切り、食う。ビビアンはもうほっといてもいいんじゃないかな。キラ、これはもうさ、残りの、MP を最後絞り出した感じでしょう。これはもうビビアンはもうすぐもう黄色になってますが、先にサイデリアの方攻撃していきます。久々にキリアが攻撃した。よし、もう一発。よし。おお。ビビアン、サイデリアチームに勝った。よし。そこまで、勝者、ハンフリー、キリアチーム。いやー、みんなありがとう。いよいよ大会も大詰め。準決勝第一試合を始めます。これ、え？連戦？
まずは優勝候補の筆頭、ハンフリーですよね、これ。連戦なのか。ハンフリー、キリアチーム。対戦チームは、これまた異色のコンビ。まさかここまで勝ち上がるとは誰が予想できたでしょう。レディー・マッシブ&マスク・ザ・ハンサム。マスク・ザ・ハンサム。マスク・ザ・ハンサム。勝ち上がっ、あれ？お？これもしかして。マジか。シルビア。シルビアとマスク・ザ・ハンサムが組んでたのか。今こそこのシルビこのレディーマッシブとどっちが上か白黒つけようじゃない。レディーマッシブ、 あはい。すごいいいコンビっぽい。やれやれ、にぎやかな人たちだな。とにかくやるからには真剣勝負、手は抜かないから覚悟しなさい。ふっ、無論だ。手など抜かないさ。ん？それはなんだ？あ、武器か。ハンフリーの武器。あ、じゃない。お？中身を一気に飲み干した。回復アイテム？ああ、気にしないでくれ。試合前にこいつを飲むと調子がいいんだ。ドーピングじゃないでしょうね。はい。それでは、準決勝第一試合。はじめ。MP はどうなっている？MP を自然回してる。これならもう思う存分使った方が。デュアルカッター、ブーメラン使いか。タイガクロ、おお。レディーマッシブから言ってますが、まずブレードガード。ん？名乗りを上げた。うん？攻撃力と守備力が上がった。シルビア、そんな技使えたのか。ミラクルソード、全くそんな技覚えてないんですけど。レディーマッシブの方に行ってるんで、こっち行きましょうか。はぁ、くっ、おし、ナイス。でも、レディーマッシブへ渾身切り、いけ。ギリアのこのブレードカードすごいな。おっと、レディーマッシブがゾーンに入った。しかし連携技を使われる前に渾身切りで倒す。よし、残りはこのマスク・ザ・ハンサム。ザ・ハンサムをゾーンに入った。しかし時すでに遅し。とどめだ。よし、ほう、やりました。はい。でも、あなたにだったら負けて悔いなし。最高の勝負ができてよかったわ。アディオス、キリアちゃん。また会いましょう。さあ、これで、はい、決勝戦。勝ち上がったのはこの2チームです。ハンフリー、キリアチーム、舞台にお上がりください。はい。優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです。まさしく王者の貫禄。このままチャンピオンの座を守りきれるのでしょうか。そして対戦相手は、ロー・マルティナチーム。やはりこの二人が来ましたね。あまり動かない老人と、豪脚一戦の女闘士。
すべてが謎に包まれた異色のコンビは、果たして新チャンピオンとなれるのか。俺も格闘家の端くれだ。こいつらの必要さをひしひしと感じるぜ。キリア、気を抜くなよ。はい、もちろんです。これは一体何かまずい薬じゃないといいんですけど。姫よ、見たかね。うん、はい、間違いないかと。なんだ。さて、お手並み拝見じゃな。それでは仮面舞踏会決勝戦始め。さあ、この決勝トーナメント1回戦は負けても再試合とかなりましたけど、決勝はどうなんだろう。さすがに33ダメージ。これは一旦まずはブレイブガード、ブレードガードで、ありがとうございます。これキリアは回復に専念した方がいいっすよね、絶対。ドルマ、様子を伺っている。どっちから行く、防御っていう選択肢もありますが、キリアの渾身斬りかなり強いんで、まずロー、こっちの方を倒してしまいたい。ラリホー、よし、キャダルコ。待って、目覚めの花ってこれ、そうですよね、使えないですよね、 NPC には。ホイミ、ここはもう耐えるしかない。よし。ブレイブガードかなり優秀ですね。ただ次で切れる。まあいいか。まずはホイミ。キリアの番になってから切れるんですからね。マジで。ちょっと待って。熱くない。魔法旋風脚。まだ眠ってるのか。よし、ここで。ブレイブガード。ブレイブガードじゃない。ブレードガード。起きろ。ハンフリー起きて。ラリフォーやめて。よしよしよし。待て、もう、ここで、やっておくか。いや、回復するか。いや、行け。はぁ、今までの対戦相手も、HP はそこまで高くなかったですから。ハンフリーは女の方ばっか行くな。こっちのじいさんを先に倒したい。魔法を使ってくるのはかなりきつい。ひゃたるこ、くぅ、だって回復しておけばよかった。よし、ありがとう、ありがとうございます。待って、ここで一旦ホイミ。ベホイミも使ってくるのか。ドルマ系と回復呪文。賢者か、このロロは。このじいさんは賢者か。ここで一旦ブレイブガードを使うか。待て、渾身斬り MP8。ブレードガードが MP2。渾身斬りで、これで残り15。様子を伺っているムーンスタルト。ここでブレードガード。回復、回復。くっ、マジか。やば。よし、ナイス。ありがとうございます。ブレードガード切れる前に使った方がいいかもしれない。条約層、消毒消し層、消毒消し層、毒じゃないけど使っておきますか。ちょっと、MP はそろそろブレードガードに専念させたいので、消毒結晶を使う。くぅ、さっきの渾身斬りのダメージが。向
こうは。相変わらず、マルティナの方ばかり攻撃していく。こっちもマルティナ行くか。ローもだいぶ削ったと思うんですけどね。てか、こっちのラリホーとか、なんとかしておかないと。よし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 。あ、それならもう、こっちのマルティナの方へ行った方がいいか。いや、ここに来て、向こうもローを攻撃した。よし、そしてゾーンに入る。ローが黄色くなったので、こっち行きましょう。向こうも来たか。魔刀旋風脚。くっ。しかし、これは、結構分散されるから、それほど、そこまで怖くはないか。よしよしよし。さあ、ここで、ブレードガード。そろそろ、おーし、倒した。残り一人。これは、渾身切り。くらえ。よし。はあ。決勝戦の名にふさわしい死闘を制しました。ロー様。様付けをするのか、こっち姫って呼ばれてましたけど、うおっと。この足。なんだ、あ、勇者の光の紋章、その技は、なんということじゃ、お主はまさか、隙あり。どこ見てんだ、試合中だぜ、お嬢さん。キリア、今だ。うん、まあ試合ですから、油断した相手には、一気に畳みかけましょう。勝負あり。勝者、ハンフリー、キリアチーム。はぁ。キリアもなんかやり遂げたような顔をしてますね。優勝はこのチームに決定しました。これより表彰式を始めます。やったなキリア、ついに優勝したぞ。今回はどの対戦相手も手強かった。もしお前がいなかったら優勝することはできなかっただろう。いや、こちらこそ本当助かりましたよ、ハンフリーさん。優勝商品は虹色の枝という貴重なものらしい。売れば結構な金になるだろうからな。そいつを二人で山分けしよう。いや、そういうわけにはいかない。なんだ、あの、飲んでたのは薬か何かだったのか。胸を押さえて倒れ込みましたが。キリア様、優勝おめでとうございます。しかし、表彰式の途中でハンフリーさんが倒れてしまうとは、災難でしたね。大丈夫だったのか、ハンフリーは。命に別状なし。おー。本日行われるはずだった表彰式の続きは、ハンフリーさんの様子を見て、後日行われることになりました。あ、ありがとうございます。気を使っていただいて。はい。はい。はー。はい。そうですね。まだ解決してないですからね。では、とりあえず、今回はここで終わりにしたいと思います。次回はそのハンフリーの容態と、そして、あの女の舞踏家、マルティナと、あのおじいさん、ロー。あの二人が一体何者なのか、そのあたりの謎も解けていくんでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
それでは。